皆さんこんにちは、それからこんばんは。お元気ですか？はるはるチャンネルです。今成田空港におります。朝ね、今7時前かな。これ見てわかりますよね。龍海下龍馬神社まだクローズしてますね。全体的にこんな感じです。フードコートもガラガラですね、朝ですね。これから大分の別府に行きます。国内便のゲート内のジェットスターなんですけど、そんな感じですね。テレビなんかも映ってます。7時5分ですね。はい、今日のフライトですね。今現在時間は7時。まあこんな感じですね。ガラガラです。はい、あれ見えないかな。あ、はい、何？別府の駅ですね。別府に、大分県別府に到着しました。まあこんな感じですね。はい、ぐるーっと、あ、山田電機がある。午前中に着いてしまったんで、ちょっとホテルのチェックインが4時からだということで、ちょっと時間空いてしまったんで、近くの神社とかこの辺ちょっとぶらっとしてみたいと思います。ホテルの人に勧められた食堂、大江戸ってところで食べたいと思います。これすごい簡単ですよ。別府駅から歩いて伊予銀行のところを右に曲がってね、でちょっと隣はこういうところです。ホテルの温泉ってとこが書いてありますね。天然温泉。3階。ここの方も来るんですね、ここね。はい、開いた。あ、いきなり男いると。男なんで男いる。ここまでです、撮影。大分釜飯。テルのフロントの方に勧められたお店です。ちょっと行ってみようかなと思って。ビール祭りで500円のです。そしてこれが鳥天です。はい、これが天丼で、うわすごいなこれ。でこれがまたこれなんか横にこうね、これも厚みですね。はい、別府駅から20分ぐらいかな、30分ぐらいかな、バスで地蔵岩っていうところに行きました。いろんなヨーグルト、ちょっと匂いがね、卵の匂いっていうんですか、腐った匂いっていうんですか、ちょっと温泉の匂いがしますね。はい、はい、ゆうや、恵比寿ですね、恵比寿っていう、名板っていうところですね、これちょっと入ってみたいと思います。こちらが恵比寿ですね。男湯と分かれてます。当たり前ですけどね。これフロントで利用客がこれが1200ですね。これですね。で、男湯が2階。あ、よかった。誰もお客さんがいなければ銭湯の中も撮影してもいいっていうことなんで、まあ幸いにも誰もいないということですね。こんな感じです。誰もいない貸し切り状態ならば撮影してもいいという、貸し切りというか誰もいなければ撮影してもいいということで、温泉内からちょっと撮影します。外の風景ですね。これ温泉です。ぐるっと回って、はい、誰もいません。はい、体があります。足ですね。はい、これが岩のお風呂ですね。でこれ水風呂なんですがないです。これちょっとしたジャムが出てますね。はい、これもなんか岩風呂ですね。石の石と露天風呂ですね。ちょっと見てますか。白い色は地下より湧き出てる色です。皮膚滑らかにし湯上がりもポカポカ湯冷めしません。はい、まあこんな感じですね。段差があるんで分からないんですよ。ここが高くてこっちが低いっていう、まあ、こんな感じですね。誰もいません。思いっきり撮影をしてしまいました。こんなのちょっと入っちゃいますね。はい、うわすごいなこれ。こんな感じですね。が出てます。